はい、始まりましたバトルフィールド4。今回はコンクエストをプレイしたいと思います。注意として、激うまプレイって動画ではないのでお見せ。ではあのままヘリに乗っておけば、屋上行けたのに。しくじっちまっただ。まあエレベーターで屋上まで行けるんだけどね。だけど今からエレベーター使っても、拠点取りに間に合わないんだけどね。ということでデルタポイント目指していきたいと思います。敵さん側からも戦車部隊が近づいてきていますね。まあ私の得意技である。裏取りをしたら勝ちゲーなのである。あ。今の外すとか恥ずかしい。まああいつは他に任せて、私はこいつをいただきます。常に後ろからの、周りからの攻撃に注意をしないとダメですよ、と言ってる自分はできていない模様。あ、一人出てきましたね。シャローファイエー、徹底処理エー。あーとても美味しいです。さてと、デルタポイントに向かおうかね。今回のエレベーターのシステム、結構面白いですよね。ドミネーションとかやると、大抵上で出待ちさせられて、瞬殺させられるのがオチなんですけど、逆も光で馬馬できることもあります。稀にね。おん、今回はコンクエストだから、出待ちはいなかったようです。この場所はショッピングモールの上から拠点を、取れるのでなんだか安心して待てますね。あと拠点取りは、取る分だけポイントが加算されるらしく、無駄がなくていいと思います。おし、敵も来なく取れました。と思ってたら来ました。敵発見。ファイヤー。オッケー。さてと、そろそろ下に降りようかな。おっと。戦車が来てくれたみたいです。これはいただきたいですね。慎重に移動しつつ。ファイヤー。イエーイ。お嬢ちゃん、俺に乗るか？乗るから待ってー。オッケー。残るはエコーポイントのみ。ゴーゴータンク、ゴーゴー。あれ？そんなところで何してるのかな？ごっちゃんです。タンクありがとな。じゃあの。じゃあの。弾もないし、武器をいただくか。こいつはなんだ？ああ、突撃兵か。まあ、この私にかかれば兵かなんか関係ないからな。ふ、戦車か。こっち来いよ、オラオラオラ。相手してやんよ。行ったな、相手してもらうぞ。お、誘いに乗ったバカめが。イエーイ。ね、兵かなんか関係ないでしょ？目の前に来られると邪魔なんですけど。ふん、じゃあエコーポイント行きますか。でも敵も密集してそうだよな。やば、マジやば、戦略的撤退開始や、こっちから回っ。引き殺すとか相手がかわいそうだと思わないのか？よし、じゃあ次はデータポイントからアルファポイントに行こう。うむ、ここはまだ静かそうだな。さっき言った通りとりあえずアルファポイントに、敵兵がデータポイントに進行してきているな。これは黙っちゃいられない。ストーカー開始、処理開始、ごっちゃんです。あともう一人いたりだね。ファイヤー。くっそ。頼む死んでくれー。はは、はなかなかの敵であったな。私のクソエイムが勝ったけどな。だがしかしまだデータポイントが取られていることに変わりない。お前がその元凶だな。てか RPG、これ4発くらい当てないと壊せないの？そのくせ、狙撃兵が誘導照射してくれれば、RPG にも追尾機能が加わる。謎しよう。うむ、実に面白いですな。修理なんかしちゃってさ、うーらー。さて。はは、次はあの車両を破壊しちゃうもんね。車両は何発で破壊できるかな？あ、当たらなかった。よっしゃ次こそは。おお、当たったが、この下に出てる数字はダメージ50与えたって意味なのかな？さらばだ車両よ、と思ってた時期が私にもありました。私の先読みをするとはやりよるな。さーてと次ハット。ビルの屋上で行くかな。出撃ー。おん、これはスティンガーか何か？こうやってマップ上に武器が落ちてることがあるみたいですね。これを手に入れたからには、私はもう神にでもなった気分だよ。ヘリはいないのか？あれは無人車両っぽいな。お、来た来た、発射。さっき、私はなんで死んだのだろうか。おっし、下に戦車いるな。あいつやりに行きまーす。私から逃げようとしているのだな。そうはさせないぞ、ここで持ち替えて。これでお前はおしまいだな。とても思ったか？うわぁ。ほら。うーむ、一発で破壊できると思ったところから間違ってた。次はエコーポイントがちょっと危ないから、火星市に行こうね。そういえば、自分が軍隊長ってことも忘れてて、あんまりいい立ち回りできていないことに反省。ってことで自由気ままにプレイ中でございます。とりあえず、みんなのためにあの戦車だけは破壊したいね。おっしゃ。あやー、外した。だと。まあまだ倒せる分の弾はあるさ。ガヤー。おっしゃ順調順調。でもないみたい。
誰だ？私を邪魔する奴は、こっち登ってくるかな？おお、ガラスがなんか綺麗ですね。来たー。イエーイ。おっしゃ、戦車戦車。まだちゃんと生き残ってるよな。おし、あともうちょっとだなきっと。操船よーし。場所取りよーし。はやー。ごっちゃんでーす。おっしゃ、次はアルファポイント行くでー。取られそうだから、急がなきゃったら急がなきゃ。急がなきゃったら急がなきゃ。ここ乗り越えれないのかよ。こっちは急いでるんだよ。空気読めよ。うーむ、ゲージが止まったってことは、あっちも一人かな？みーけ。はやー。オッケー。じゃないだ。と、敵さんどっかで湧いたなこや。うーむ、こういう展開。好きな人には好きだろうけど、私はビビリだから、怖くて耐えられません。早く姿見せん回帰気象。こちとらビクビクしてんよ。やばそうだから、こっちから動くか、ともたれたー。はやー。ごっちゃんですったらごっちゃんです。ダブルキルうまうま。それにしてもあと数ミリで拠点取られてたな。危ねえ危ねえ。これでちゃんと取り返せたらいいんですけどね。そうはさせてくれないみたいですね。どこだ？こんちきしょう。おっと二人もいらっしゃるじゃないですか。お一人様ごちそうさまです。あとはもう一人やったら完璧や。味方死亡。仇は撃ってやっからな。どうこいった？ほれほれ。てかまた嫌なパターンだわこれ。ホラーゲームやってる感覚になります。と思ったらバトルフィールドに戻りました。恥ずかしがり屋さんかな？うーらー。ごっちゃんです。これでアルファポイントはクリアーみたいですね。よし、残る敵ポイントはチャーリーポイントのみ。そういえばあのビルって壊せるんだったよな。ておい、私の RPG が当たってからじゃないと動画的に困るんだよ。とりあえず、せっかくなので、崩壊干渉と行きましょう。それにしてもでっかいですねー。何階建てなんだろう？この砂ぼこり。すごいで、あれ？やばくない？近づきすぎたー。ふむ。残りチケットも、あと42ですね。ラストスパートかけましょう。って、キルデスはいい値じゃないですねー。残りラストスパートで20キルくらいしたいものです。このチャーリーポイントを取ったら終わる感じかな？よっしゃ、全力でいったるでー。と、その前に、マップに映っている武器を回収にっと。へへへ。これであと10年は戦える。で、なんだこれ。グレネードランチャー的な。なんかまとはないかな？うーむ。お、マップ上に船現れましたね。ちょっくらまとになってもらいましょう。うーらー。おん。おんおん。めっちゃ可愛い音すんな。やっぱグレネードランチャー的な感じでしたね。これであと10年は勝てそうです。まださっきからチケット半分も減ってないな。20キルも夢じゃない？かも？あ、これって武器変えたら消えちゃう的な感じですかね？うーむ、グレネードランチャー的な感じのやつ。消えちゃった的な感じっぽいですね。まああんなの使いこなせないからいいんだけどね。よっしゃー。20キルいったるでー。おっと、キルよりも仲間の修理が大切だな。と思ったけど逃げちゃった。おん、川で泳いでる人マップ見て発見。こいつだけは、あれ？どこ行った？溺れたか？起きた、はやー。最後に死んでしまったけども、我が軍は圧倒的ではないか。面白かったです。これからどんなアップデートがされていくんですかね？製品版に期待したいと思います。では、それでは、ご視聴ありがとうございました。PS、この期間の戦績は製品版に反映されるのですかね？それでは、さよなら、さよなら、さよなら。